中国の歌っていうこれはですね、臨床があります。頑張れって言ったら頑張れって言ってください。皆さんね、お願いします。中国に私ね、2年ぐらい仕事してました。今農家ですけど、2年ぐらい仕事してましたけど、鉛筆ね、首都北京で作ってたんですけども、中国で作る鉛筆は非常に折りやすい。どうやって折れますか？北京上海に住んでる人はね、歌を歌うときはみんなこれを言ってから歌います。上海、はい、これだけ言っておきます。それではいきます。中国語だ。頑張っていきましょうね。ありがとうございます。